どうやら全世界が暗黒の世界に飲まれたらしい。キャティコーナーでキットを確認してみるわ。宝箱ゲットだ。キットは大丈夫かしら。宝箱見ーけ。そういえばいつも私といるイノジェンっていう人は今日は重要な休みみたい。仕方ない。私一人で探索してみるしかないわね。おお、こっちにも宝箱がある。ゲットだ。お、デカポーだ。あとインゴットの、まあ、これが海底エビアサ青だ。そういえば世界にいる NPC が全部暗黒に飲まれたらしい。気をつけるしかないわね。もしかしたらキットも暗黒に飲まれている。もしかしたら意識を失っているかもしれない。もしそうなった時は倒すしかないわね。お、宝箱とミニポだ。いいね。もし暗黒の世界に飲まれたキットと戦うには万全な準備が必要と覚悟が必要だ。いろんな資材を集めて、もしそうなっていた場合は挑むしかないわね。ショットガンは重要ね。よし、グレネードはまあいらないや。ここにも宝箱がある。これで万全の準備。俺とやる気か。やっぱりキッドも暗黒の世界に飲まれていたよね。うるせえ。俺はお前を倒すだけだ。あ、すごい小娘。子猫ちゃんに小娘と呼ばれる筋合いはない。私のヘビーアタックで沈みなさい。まずいわね。思ったよりやるわ。元フォートナイト界のボスだけだって。おじりついたな、小娘。おじりは分かってる、待て。黙れ、俺の前から消えろ。これじゃラシがないわ。